長野県稲弥生が丘高等学校は、長野県稲市西町にある公立の高等学校である。通称、弥生。かつての稲高等女学校であるため、同窓会は女性が中心である。弥生が丘という校名は、敷地内を工事していた際、弥生時が発見されたことに由来する。文化祭は、弥生祭と称する。 高等女学校の流れを組むこともあり、母子2代、祖母、母、孫の三代での入学者も多い。女子校時代の出身者の中には、元宝ジェンヌやミスインターナショナル、長野県代表者もいる。稲高等女学校時代には、大韓民国の近代中元大統領の亡き、戦災、車姿愛が、日本名で在学していたことがある。戦時中だったこともあり、 その事実はほとんど知られていなかったが、1998年頃に地元の新聞に取り上げられて話題になった。卒業生の進学先は地元の新州大学のほか、国公立、私立ともにその多くは首都圏、中京圏、近畿地方など県外へ進学する。男子ソフトボール部、気学部などが全国大会の常連校であった。 男女共学になってから効果が新しくなり、中田義直作曲の三拍子の効果となった。作詞は宮沢昭治。また、2019年には野球部が県大会にて準優勝の成績を収めている。ありがとうございます。